王人の渡りガラスの呪文家の一節。イズン、ロキ、ヘームダル、ブラギ、ローレンツ・フロリックが。王人の渡りガラスの呪文家は、小枝の形式で書かれた、古くとも、中世後期の14世紀、おそらくは17世紀頃成立のアイスランド語の詩である。聖代が記された写本にはすべて、女子、ファース・プジャルジャスという副題も付記される。 放題は他に、オーディンのカラスの歌など。ソーフス・ブッゲは、自らが編集した、影響力を持つ、コエッダ1867年版の中で、この詩が17世紀の作品で、または、女子という副題は、バルドルの夢への導入として作られたと推論した。それ以来、コエッダの各版には収録されなくなり、また広く研究されることもなくなっていた。しかしブッゲ以前は、 コエッダの一部と考えられ、例えば、エーモス・サイモン・コトルによる、英語訳、ベンジャミン・ソープの英語訳、カール・ヨーゼフ・ジムロックの有名なドイツ語訳には、コエッダの一編として収録されていた。2002年、アイスランドの文献学者ヨーナス・クリスティアンソンが、アイスランドの、モルガン・ブレース史上でこの年代問題を蒸し返し、ブッゲの分析に反論を試みた。ヨナスは、 言語学的な根拠とテキストが解約されたと見られる状況に基づき、死の成立年代はブッゲの主張より古く、おそらく14世紀であろうと異論を唱えた。それに対し、言語学者、クリスティアンアウルトナソンは、因律の分析に基づき、伝わっている死の成立年代を16世紀以前に遡るのは困難であろうと主張した。 マネッテ・ラッセンの初期段階の随筆、いわばこれからの研究課題発表文では、この詩は少なくとも、フヨルスビーズルの言葉や、太陽の歌に比しても、会議の対象とすべきではないという中立的な立場を、示した。しかし、詩が研究を完成させて発表した、この詩の工程版、新訳においては、この詩が、中世終焉後の産物であることを明確にしており、 おそらく、1643年に王の写本が、再発見された直後に書かれたものと推定する。バラッド研究のホイクル・ソルゲールソンは、やや早い17世紀前半の成立を提唱している。ラッセンによれば、詩の第22節にあるのは、夜に助言は訪れりということわざの釈用だということは、早々より判明しているが、これは、古い格言であっても、 アイスランドへの伝達は、エラスムス、核原集経由であることは、必死で、死の成立は、この核原集以後だと力説する。また、第20節にある MLTD という中期、低地ドイツ語の外来語の使用から、14世紀中央以降という、年代制限を割り出せるが、その死が、そこまで、古いことはまずあり得ないとする。この死は、 火曜戦法で書かれた26のスタンザからなっている。大まかのあらすじは、神々が来たる、滅亡の日に備えて何らかの情報化策を得ようと、するが、守備悪く失敗に終わる。神々は、情報を縁として、常赤の女神、イズンを、世界中の根元の冥府に降臨させ、追って三人の神をイズンのもとに派遣するが、 イズンは睡眠家か化死状態のようで何の答えも得られず、ブラギは妻イズンの元に残り、後の死者二人は神々の縁の王道に帰参する。神々は、日がなよもすがら試案しようとするが、時は巡り、平ムダルが、神々の滅亡ラグナレクの到来を告げるギャルラルホルンを吹き鳴らす、というものである。題名は、北欧神話の最高神王人が、2話の渡りガラスを、放って、 毎日世界から集めさせる情報の一報告のことだという見解がある。あるいはその題名はカラスたちを呼ぶための召喚呪文、あるいはより抗議的にカラス使いを表すとの見方もある。庭のカラスのうちの一方の名付銀とおぼしき、フグが第三施設に見えるが、それ以外には登場場面はない。ともあれ、もたらせられた予兆は、長楽、滅亡を示唆していた。 神々はそれに備えるため、役に立つ情報や助言などを求めて描いている様子が、語られる。上は、畜語訳だが、ベンジャミン・ソープに習って、言葉を補うと、全父王人は死役し、エルフは判別し、万神族は自出し、ノルン殿は刑事し、女巨人は出産し、人間は辛抱し、巨人は待望し、バルキュリアは渇望するのように補足説明できる。 予兆は悪しきものであり、ベッティルという精霊たちが、ルーヌ占いを狂わせている。ノルーンたちの長女、ウルズには、オーズレイルの守護が任せられた、増えつつある群衆から守るのである。または、ごく冬からそれを守るためである。ただし、ラッセン役では、次のような斬新な解釈が当てられる。オーズフレイリルは、ウルズを守るべきなれど、彼は、大半から守り得ず。 カラスのフグが放たれて、聡明な小人である、ダーイン、スラインの考えを図るが、二人は、重かり生き夢なり、不明な夢なりなどと意見するばかりであった。ドワーフの力はなえ角界は、銀ヌングの奈落に沈み、アルスビズは、上より突き落としたり、拾い上げたりする。誓いも太陽も定まらず、悪風は止まず、すべての知識を称えるのは、ミーミルの泉。 そなたらには分かったか、どうだまだかという句が発せられる。これは迫り来る世界の終焉のことだと解釈される。ここで、床若のリンゴの守護女神であるイズンが登場する。彼女は、常住する天井から転落し、谷の内とも、世界中ユグドラシルの幹の下とも形容される場所に、居させられ、難儀している。そして、メルビの娘ノートのところで、 つまり夜中、暗中にあって、居心地を悪くしている。そして、神々から、狼の皮を当てがわれ、姿を変身させ、狡猾さを漏すようになった。この一連の施設で、イズンは、リス、エルフ族、イーバルディの娘、ナウマなどと、様々な種族の一員とされている。まず、イズンが落とされた、幹の下というのはその根元であろう。シン、コ、エダによれば、 世界樹の三本の根元にはそれぞれ泉があるが、それらの泉の衰退が語られているというのが、19世紀の研究家たちの解釈である。ただし、通常、ウルズと死の密種は関連しないため、この解釈にあたっては、それなりの読み替えが必要となってくる。リュードベーリーは、死の密種の容器、オオズレリルをウルズの泉と読み替えて、その無力化を講じている。 ジムロックもやはり、この詩におけるオーズレリルは、ウルズの泉との混合であり、その中身の蜜種は、アース神族の不死の飲み物、泉とウルズは同一でその、飲み物の番人、神々の若さを保てる、はずのその聖なる泉の力が失われつつあると説く。なるほどこの、不老の飲み物説は、不老の源を、泉が守る黄金のリンゴに求める通論と、相反する。 しかし、スノーリのエッタで引用されている、この話の原は、スカルド氏、長き秋、第9施設では単に、老いの名薬としか書かれておらず、スノーリがそれを、リンゴのことであると当てはめたに過ぎない、とも言える。さて、どう、長き秋の中では、イズンのことを、ビールの下分と呼んでいるが、このことに注目したリュードベリは、イズンが、成長と再生の飲み物を、 神々に供する女神であると結論する。ジムロックもイズンウルズを飲み物の番人と見たことはすでに述べた。リューニンクもよく似た解釈を展開する。また、イズンが落とされた場所は、冥府にも似た暗黒の地、ニブルヘームあたりとも解釈される。ただ、シン・エッバによれば、ここは、世界樹のネオ、ダイジャ、ニーズヘッグがかじっている場所であるが、 その根の元にある水源はフベルゲルミルであることを念頭に置きたい。この一連の施設では王人が様々な異名で登場する。第9、第11で王人は、いずんに世界について、ひいては展開、明界誓界の起源、永続の長さ、終焉を尋ねるのである。はじめの下りでは、天の架け橋ビフレストの番人。 ヘイムダルに任じて尋ねさせ、ロプトとブラギが立ち会ったとある。第10では、神々が主かガルドル、を唱え、狼、ガンド、に打ちまたがり、世界の屋根に行くが、王人はその玉座、フリズスキャール部に留まり、長かりき旅となるうと申す。彼女は答えられず、黙したまま涙し目を赤くする。彼女の様子がどうだったかというと、次のような婉曲表現が述べられる。 さながら東のエリバーガル川から、霜のように冷たい巨人の野から、棘が来たりて、ダーインがこれを持て、中津区に、水がるず、の諸人を夜内をなさした、かのようであったと。そして行動は鈍くなり、手はだらけ落ち、頭は、めまい感が上に漂うようで、ひり性が思考に走る、そんなようだった。第十四位には回りくどいケニングが使われている。まず、 白い神の剣だがこれは、ヘイムダルの剣すなわち、トホブズ、と返される。また、老女たちの風は、トロレ女の風すなわち、思考、不ンと返す。ことほど、さようにオールンは、悲しみに犯され口すら聞けない。神たちは畳みかけて、聞こうとするが、言葉の無駄だった。尋問団の団長たるヘイムダルは、ロキを伴って去り、 ブラギがイズンのもとに残された。ブラギはイズンの夫である。第十六では、三柱の神がケニングで呼ばれている。ビーザルの家来たちは両者とも風に運ばれ女神たちの宮殿、ビーインゴール部に帰参して、ハイルや恐ろしき者、ユグ、のエンタケナはオシ食す。アース親族たちは、吊るされた神、ハンガテュール、オシ食す。最も幸福なる神王人に幸福あれ。 神々に幸運あれ、と。神座の新種ビールを滑る王人と、神々は永遠に共にあれ、と祝す。悪しき諸行をなすものベルベルク、の定めに従い着席せし神々は、不思議のイノシシセイフリームニルの肉に満腹し、スケグルは、フニカルのタルオケを、三つ種を、角坂月に組んで配膳した。B 本では、ミーミルの角坂月とあるが、異本では、 祝杯の角坂月と読む。神々は、真昼から白母にかけて、彼女が何か予言か信言をもたらしたか、いろいろと二人に尋ねた。二人は、使命は収穫はなく、不名誉に終わった彼女から答えを得るには、知恵が足らぬ、と答えた。大海は、一堂に向かって答えた。夜をして、新たなる助言をひねり出せ、朝までかけて、アース親族に映画をもたらす助言を、 フェンリルの工事すなわち日輪は西方に巡り、神々との挨拶を済ませ、フロプトとフリッグはフリームファクシのもとへと、デリングの息子が宝石散りばめた獣、人間界に縦紙の輝くボバを買った、そして馬はドバリンのガングをその馬車で引いた、つまり明くる日が到来したことが語られる。様々な種族がアーガイオールで角笛を吹き鳴らす。この,の後は、 諸説あるが、ブッゲ編本では、魚ルカは、ソープ英訳本では、虹の橋ビフレストの異名を。ラッセン訳では、魚ルとは、ラッパの一種だとする。この詩は、近世の神写本にしか伝わらないもので、最古のもので17世紀後半から、最新のもので1870年成立のものまで、都合37点、あるいはそれ以上の例が現存する。 以下、ラッセンの工程版で使用された書本を示す。活字半本による書質は、旧アーナ・マグネアンスケ財団編、シエッダの第1巻に書集されるもので、これは、ラテン語大訳版である。同書は、複数の共編者があるが、ラッセンによれば、グズムンデル・マグヌスソンだという。また、共著者、グンナル・パウルスソンが、AM424 写本に記入した。 この詩についての解説も、客中に多用されている。1852年に、イギリスの作家ウィリアム・ハウイット、メアリー・ハウイット夫妻は、この詩を、エッダ中、最も間に、詩的な、唯一の成果と表している。2010年現在、日本語訳は刊行されていないが、才話は存在している。ありがとうございます。